わかりました。うん、すいませんでした。待ってください。うんうん、待ちますよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、白馬方、ちょっとね、終わり際ね、ややこしいっすよ。白馬47からこのゴリュースキー場ね、来れるんですよ。ゴリューで滑ってもいいんですよ。みんな滑っとるんで。ただね、白馬47に帰る人は、そっからね、ここから助走つけてこっち行かなあかんんですよ。でもね、ちょっとロープ張ってあるんですよ。うん。で、そのロープを帰る人はくぐってもいいらしいっすわ。うん。規制してあるでしょ。で、ゴリューの人はこっちにね、このゴンドラの、これがゴリューのゴンドラか。ゴンドラで降りるんですよ。降りて帰るんですよ。で、白馬の人は、ロープ半分しか締めてないな。上から見たら全部締まってるように見えたな。締めようとしとるね、この人。クソややこしいな。向こうから見るとさ、全部締まってるように見えるんだわ。で、さん全部閉めたとしても、もう、くぐっていくしかないんだわ。白馬には、そうやって帰るしかないから、二人もそうだよね。白馬に帰りたいんだよね、多分。白馬に帰りたいんだよ。助走つけれんな、くねっとったら助走つけれんな、閉まったな。助走つけないとさ、止まっちゃうんだわ、あそこ。だから、終わり際は、白馬に帰る人ね。ここ白馬。このリフトが白馬か五竜かわからんけど、あっからこっちがね、五竜なんですよ。で、五竜の人はゴンドラで降りて帰る。で、白馬の人は滑って駐車場まで、今はね、滑って降りれるんだけど、だから帰らなあかんのだけど、ロープが張ってあったとしても、くぐっていってくださいって、そのリフトのおっちゃんが、そうやって行くしか、くぐって行くしか、帰る方法ないよねって言ってましたんで、まあカットしたけどね、話が長くなるんでカットしたけど、バナナパイプあるじゃん、バナナパイプ。はい、あ。うん、だから、来れるけど帰れないという風にはなってなくて、来れるけど、ロープをね、くぐって帰ればいいと。ちょっと不安になってきたな、あそこだけかな、ロープくぐっとんのは。なんか言っとったもんな、向こうの、なんか言っとったな、網をくぐるとかなんか言っとったな。ちょっとね、それも動画で、撮影しながら、あれしますわ。あのリフトまだ動いとるじゃん、ほら。え、今4時半過ぎとらん？あれ何のリフト？高須のパーク？なわけないか。あの山が八方尾根ですね。だから、いや、わからんわ。わからん。高須ダイナ以上にわからん。だって合体してんだもん。もろ合体だもん。うん。境界線がないもんね。はぁ。まぁ、ちょっとチャヤコにね、レポートさせ、あれ？あれ道じゃん。あれかな？あれのことかな？ちょっと分かりづらいなぁ。どっちだ、さっきのところをくぐるのか、この林道を行くのか、どっちだ。この林道ちょっと行ったことないで謎だなぁ。あ、もうちょいお姉ちゃんに聞いてみようか。お姉ちゃん。ちょっと聞いてみるわ。でもリフトマンもね、あんまり分からないんだよね。把握してないんだわ。ちょっと一旦切るね。はい、バーチャルリンク。